はーい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回ですね、動画としては初めてのアマンダさんことピックを使っていきましょう。まあ、レジオンくんがまだね、実装されてないからあれだけど、現状最弱らしいからな。最弱っていうか、使ってみてまず使いづれもんな。てか今絶対破滅見られただろ、今この奥にいた人に。絶対バレたわ、バレたのを感じたわ今。はいはいはい、ペンミンちゃん、ペンミンちゃんに見られたのかな今。なんか今なんかドワイとか誰かに見えたんだけど、気のせいか。あれ板使わない、あ、使うのね今。こういう使い方しちゃうのね。やべえな、あれ破滅装填相当見やすいからな、あれ位置的に。まあそこ飛ぶだろうな。ただこっち側回るとそんなに長続きしないんじゃない。あ、いいね。で割ると、どっち逃げた、また中行くのか、好きだね。あ、中にいたのか。はい、使う。フェミンちゃんすげえ追いかけてんだけど。あ、無理か。おい、これでもそろそろ、あ、着いたね、よし。で1台着いたらつけると。そこの角つったるか、こっちかじゃなかったよね。おい、ま、なんか回してる人いそう。さすがにいないか。まあいいか。さあ破滅トーテムを見に行きましょう。まあ一応ね、今回はネタで、ネタになっちゃうだろうけど、そんな足速くないからさ、あの、で、選択は君次第だ、メイクはチョイスつけてきたからね。原作に合わせて。ここ回してる人いない。この近くにいる人いないのか。うわ、あ、でも天秤発動したね、OK。あ、でもこっちか。違うんすよ。この人なんかかわいそうだな。俺狙いたいのこの人じゃないんすよ。もう一人の人を狙いたいんだけど、ちょっとかわいそうだな今の。中回してんだねこれ。なんか中いるんじゃねこれマジで。あ、死んじゃった、マジか。いない、かわいそうだな。意図的になんか飛んでるみたいになっちゃったけど、だってあの近さだもん。待ってないな、意図的にじゃねえ、意図せずか。ちょっとかわいそうだね、やったの俺なんだけど。このさ、ジグソーボックスのカチャカチャ動いてる音がさ、なんか人がいるように感じるんだよな。なんかいますね。回しろとはしない。メッサージェイクさん逃げるやん。でこの手前走ってる人がいるんだよな。いたわ、引っかかりめぐ。あ、そっち側ね、もう板ないっすよ。ここ飛ぶだろ。え、中行くのマジ。おい、この人どうでもいいっすよ。まあ、回復ででもしてくれや。あれ、メグどっか行ってない？あれ、みんなそっち行っちゃった。いたわ。なんなんすか、あなた。はい。みんな遅延になってんだけど。もうここら辺のマジで板ねえぞ。ここでぐるぐるしたい系かな。破滅装填、あっちが走られたからそれは壊れるか。はい、こっから早いぞ。共通小屋に逃げるけど、これは間に合うな。あ、間に合わねえな。板1枚使う。
右飛んで、あ、ここでぐるぐるはしないのか。もうちょっとぐるぐるできたと思うけどな、時間的に。こっち回る。これはいけるな。レッドカードない。これつけてと。やっとゲームの始まりだよ。一個マジで無駄にしたからな。はい、ここはまだ蹴らなくていいな。あの治りそうなの中のガソスタの中、ここもなんか治りそうだな。あ、そんなことなかった。あの奥2個つけそうだな。じゃあこっから遅延よ。いきなり目の前で開いたらウケるくない。まだお伏せのローリーが体回復してない。なんか走って当たったのよ。いるんじゃね。あ、いない。なんだこれ走った後。うまいこと隠れてない。いないな。まあええか。あのスクラッチはなんなんや。あっちつったから、なんかこっち側とかから出てきそうだけど。いませんか。その場回復はしてない。 あそこにローリーがいる。ローリー助けたのか。ローリーメイクはチョイスあるけど、どっちにしろ君一発だねそれ。先にストライク食らっとくか。めっさ治りかけ。デッドハードはない。さあつけてと。さあ2人ついてるから相当遅延だぞ。はい、ストライク。はい、これまあ追わなくていいんだけど。でもローリーそろそろ1回ぐらい突っときたいやな。いや見えてますよ。何をされてるんですか。ってことは共通小屋が地下だったっけ今。あ、そういうことね。よし、ここだったら奥釣れば多分ね天秤も有効になるんじゃないか。今一番元気なのメグなんだけど、多分メグがね助けに来るはず。でもそこ回してたんだよね真ん中。さあメグさん、てか奥行ったな。あれジェイクか。そこのジグソーボックス行ってんだな多分。あ、奥行ってる。おお頑張ってくれや。あ、なんかいるよな。あ、使わない。なんだよ使わねえ。あ、引っかかった。いける。あー、これ戻りたいな。戻りたいな。そろそろメグやりたい。あの奥にローリーだろ。この中にメグがいるはず。こっち走ったな。いた。メグお前は一発だ。よし、黙らせるのもなんだ。さあこっからあれだぞ。もうこれに苦しむことになるからな永遠に。ストライクなかったらこれ間に合うな。地下いけるな。おい、また地下。初めての地下。よしよしよし、全然回せてないぞ。ハイパーチン効いてる。あそこ直されてるのはでかいな。でまだこっち側をね多分ね解除してんだよジェイクが。おお、みんなゲームに苦しんでんな今。だからジェイクね多分鋼の石かなんかついてるから多分ね声聞こえねえんだよな。あ、いた。ロリさんいらっしゃい。あ、ジェイク外した。でジェイクが、まあ、天秤関係ないんだけど多分今助けに行くはず。これでローリーさん2回目。
今鳴るぞ、ボーンって。どっちを助ける？ゾッとどっちを、ああそっち行ったね。いや君だね。おい、でローリーさんが多分ね次あっち走るから、いいね、チン効いてますね。多分もう逆トラがないからもう遊べないんだよ。さあジェイクさんにはそろそろ死んでほしい。ローリーさんそんなことしてる場合じゃないっすよ、終わっちゃうよ。逆トラに苦しめられるローリーストロード、頑張れ。無理だ。いいね、決まったなこれ、逆トラ最後の最後に。じゃあね、逆トラつけて、かわいい顔してるね、いい顔してるじゃんみんな、辛そう。じゃあ外の板割って終わりだね。はまると強えな、まあ、ルインがそこそこ長生きしてくれたのがでかいかな。てかなんか結構板すぐ使ってくれたのも嬉しいね。おっとゴールドには、ゴールドか一番最後、そんなに終えてなかったか。でメイクアチョイスもそこそこ活かせたのよかったんだけど。でパーク構成がまあストライクと、まあ、いつも通り手札公開とかつけて、あ違う最後の切り札か、アイテム拾おうとしたの超財学と一緒に。ストライクストライク、もうストライクばっか怖いね本当に高ランク帯は。